もし川を流れてきた桃から人間が生まれたら。どうもファスト童話解説のトミーです。ファスト童話？ファスト映画じゃなくて？今回は鬼を倒すために桃から生まれた伝説のヒーロー、知る人ぞ知る不朽の名作桃太郎をご紹介します。知ってる、桃太郎はみんな知ってるから。昔々、それは室町時代まで遡る。あ、舞台室町時代なの？あ、それ知らなかったな。室町時代とは足利尊氏が幕府を開いたところから始まった。ちなみに三代目将軍の義満は、いや、いい室町時代の説明はいい。室町時代のあるところ、そう、どっかあるところに家がある。あるでしょよそれは。いや、どこなのよそれは。家には人がいる。説明雑だな。いや、おじいさんとおばあさんがいるんだろうな。家にはおじいさんとおばあさんがいた。でしょうね。いや、ずっと映ってんのよ。あー、もうなんか見る気うせてきたな。おじいさんはかつて剣聖として名を馳せていた。男様聞こえたな。おばあさんもまたくの一として武家に仕えていた。いや、どうしよう。いや、急激に興味をそそられてきたわ。戦乱の中脚光を浴びるおじいさん、その名はシュラマル。シュラマル、おじいさんかっこよ。影として生きるおばあさん、その名はくの一なら花の名前とか、こうもみじとかあざみとか、その名はラフレシア。ラフレシア、いや花の名前だけど。え、何、おばあさん臭かったの？シュラマルとラフレシア二人が戦場で出会う。え、こっからどうなの？運命の出会い、惹かれ合う二人。だがラフレシアはシュラマルの主を殺した敵だった。あー、運命の歯車狂い始めたな。光と影、刃を交えるシュラとラフレ。シュラとラフレが戦う必要なんてないよ。暗躍する赤き血に染まりし異形の怪物。あ、これ鬼だ、絶対鬼だ。果たして二人の愛の行方はどうなるのか。愛の行方？いや、てかいつ桃太郎登場すんのよ。以上、ファスト童話でした。え、終わり？え、こっから本編じゃないの？実は桃太郎、今年の秋からシーズン2の制作が始まるそうです。シーズン 2！ 桃太郎シーズン2、シュラマルとラフレシアの熱い夜。いや、もう桃太郎いないじゃん。いや、それもシュラマルとラフレシアのピンク映画じゃん。次回はサルカニ合戦エピソード0、カニにおにぎりを渡した黒幕について解説していきたいと思います。もう気に